こんにちは。今日はちょっと30分ぐらい郊外に来まして、また遅めブランチっていうかもう夕飯でもいいかな。3時ぐらいになってるけど、じゃーんとこれでも無理じゃない。フック&フックフィッシュコー、とりあえず入ってみるけど、わすげえおしゃれ。あー、ここに今日のお魚があって、ここから選ぶのね。ここでメニューで注文ね。結構最近できたみたいだけどめっちゃ混んでるわ。ちょっともう3時くらいだったら空いてると思ってきたら全然混んでた。こっちなんかフレッシュジュース、なんとも言えない味がなんだか全く分かんない。やばい、これまあガチでしょ。ワカモレと今日のタコス、めっちゃうまそう。飯テロごめん。さあ、そしてフィッシュ&チップ、これ間違いないでしょう。やばい、これうますぎる。超うまい。ちょっと席がいたから移動。ちょっとした時間で急に空いてきたな。なんかちょうど3時ぐらいまでが混む時間なのかもしれない。週末だったからみんな遅めのブランチだったのかも。これやばいでしょう。タルタルソフトの相性バッチリ。何気にこのレストランのキャップかっこいいな。いや、ここはもう完全にリピート、ヘビーリピートする予感しかしない。実はこのフックフィッシュコーね、あそこにね見慣れたお店があるんですよ。じゃーんと、ここモルスク。ここ何回か Vlog でも紹介した気がするんだけど、ってことは結構あのお店は最近できたのね。覗いてみよう。ここもサーフショップ、おしゃれな。あ、そうそう、前にほらここでバックパック欲しいとかっていうの撮った気がする。結構ねおしゃれ T シャツいっぱいあるんだよね。生地がいいね。アボカドいいな。この素材感で T シャツ作りたいな。ちょっと薄めのやつでサラッサラのやつ。うわ、すげえ帽子いっぱいある。今日ついにね、この間ストックしといたゴリラポット 3K の黒バージョンね。黒バージョンようやく開封したから、でこのワンフロット頭つけたんで、これはもう相性バッチリですよ。なんかこのエリアもすごい開けてるな。なんかもうどんどんおしゃれエリアが拡大してて、あ、これか。トラブルコーヒーが、この間バークレーで行ったトラブルコーヒーがあるけど大人気。じゃーん。トラブルコーヒーがちょっとトラブル来てるから、もうちょっと違うコーヒー屋さん来た。うわ、ここもめちゃくちゃおしゃれだな。なんかおしゃれゾーンがいっぱいできてる。いやー、よかったけどすぐ閉まっちゃった。もうちょっとゆっくりしたかったけど。ザザザザザーン。さあ、やってきました。いや、ほんと先週ね、1週間全く野菜ジュース飲まなかったら結構ダメージきたからね、一気に買い出し。この人参めっちゃいい色してる。あとやっぱりビーツね、ビーツの威力がすごい。あとはやっぱケールね。ケールはやっぱダイナソーケールの方が使いやすいかな。これを2束買ってこう。あとそうそう、このレモンが超重要。前回レモンなくてね大変だったから。最後はジンジャーね。ちょっとこのくらいでいいんじゃないかな。そうだそうだ、この間買ったライムビールめっちゃうまかったの。もう一回仕入れときたいな。あ、これだライムプリソナ、これだよね確か。これが美味しかった気がするんだけど違うかな。美味しいプロテインって存在するのかな、超謎。